へそとか体とグリップの位置ってほぼ一緒ですもんね。ここで一回外れるんですね。あ、そうね、トップの位置、ね、の位置でみんな絶対外れます、はいはい、で多分ここのあたりのゾーン、はい、こうピッチャーが向こうですよね、うん、はい、こっちね、で、はい、こう振ってきて合わさってきたこの辺のゾーンから、はい、このボールが来るこのゾーンっていうのはなるべくここのおへそとの距離感、そう、ここね、このグリップと、こことそうですね、はい、こういう感じです。これがね、これめっちゃ重要だと思うここが大事です、 そうです。そしたら、はい、あのドアスイングとかになりにくいです。そうですよね。